11位で襷を渡しました。そしてスターツの姿も見えてきた。スターツが12位、ずつ順位を上げています。そして東京メトロ初めてのクイーンズ駅伝へ13位、4つ順位を下げましたが13位との強さは1分50秒というところで走り渡っています。第4中継所、さあそして最後全速力で入ってきた日立、日立も行きました。14位です。さらにはデンソーといっています。さあそして一人足が苦しそうだ。最後の最後苦しい走りとなったムソビだが崩れ落ちた。ただしっかりとその思いがこもったタスキを渡しました。なんとかタスキをつなぎましたムソビ。リトリは16位、この16チームまでが